あ、なかなか優秀っぽいお宝じゃない。少なくとも消費アイテムじゃないし、消費アイテムってなんとなく貴重なものでもあまり得したような気がしないんですよね。作者だけだろうか。ケチだからね、最後に M ボール取っておいてるんじゃないわよっての。前も聞いたぞその会話。スターダスト10個目来た。とりあえず吸血鬼の回、前回ですね、あれの分はなんとか賄えた。じゃあ回復しようかな。あ、間違えた。じゃあ一旦ここでセーブして、ほんとこれライフハブよね、便利よねこれ。つうかさ、敵の位置がな、分かったもんじゃないから、モフモフね。うわ、ちょっと待って、敵の位置がやらしいんだって、ここら辺。順路がこっちね。じゃあ、ちょっと一旦ここでセーブ。ライフアウター便利よね、これ。ちょっと待って。右が無駄足、上が順路。しかし無駄足といえども、魔物と戦うはお金は増える、消費アイテムは拾えるかもしれないし、違いにはいけないよね。困った。もうどう見てもしろよ。うわっ、ちょっと待って。ちょっと、いや。待って。危ね、カスだ。マジックハーブ。ちょっと待って、慎重に行かないといけないのが、ここ嫌だな。うわあ、びっくりした。アクロバットがいいや。あ、間違えた。何勝手にやってるんじゃーい。そんなどうでもいいんだけど。うえぇ、ー、嘘でシアが倒れるって。もう。紫闘道が厄介だから倒して、オッケー。待って。ゴリ押し。なんか軟弱すぎるんだけど。なんか強化したの完全に無駄だな、本当に。よし、オッケー。ポーション、万能薬、ポーション。さあ、ちょっと待って、ポーションいくつ？やべ、乾燥する。もういい。無駄に使おう。エーテルもそこそこあるから使うか。何があるか分かったもんじゃないから。これどうしよう。ああ、やだ、こいつらかよ。死ぬ気で挑まないといけないな、こいつは。先行スパーク、スバイファンガー、ダクシックス。分散させるよりは、どちらかというと、集中した方がいいですね。まあいいや、まだ耐えられる。OK、一体。OK。命が麻痺。待って、死ぬ。命が死ぬ。いや、ちょっと待って、あえて。一旦戦闘不能にしてやるってのもありかもしれない。何この。見捨てる愛。
にノッチが倒れて、あ、倒せた。なんだよ。炎のかけら、炎のかけら。さあ、回復しよう。ポーションが乾燥するから。あ、ちょっと待って。危ない危ない。セーブして。お前がそこいたら通れねえつも。何があったか分かったもんじゃない。どっち？お前、不意打ちもいいとこだわ、マジで。あー、ちょっと待って、かなりめんどくせえな、この組み合わせ。だはー、ちょっと待ってよ。オッケー、1体倒せた。2体倒せた。待って待って、ノッチは X を回復させて、 X はもうやっちゃおう。うえ、待って、なんとかに、あ、間違えた。待ってよ、勝手にやらないで。しかも5で倒せたって一体なんだよ。ちょっと待って、まずレシアを回復、真空カッターダシス、うい、まあなんとかなるか。命回復しなくていいのって言うけど、そこはいいや。ああ、そう、使わないか、こうか。弱っ！オッケー。ちょっと待って、早いっつーの敵が。万能薬、万能薬、炎のかけら、万能薬、万能薬。ああ。どうしよう。一旦回復しよう。リザレクションって使えるの？あれ？一応使えるんだ。リザレクションするぐらいだったら、まだこっちの方がいいわ。ちょっと待って、一旦、いや、ちょっと待って。ポーテルじゃねえ、エーテルで回復。で、セーブしていき、もう間違えた。守りのかけら、ナイス耐久力。しかもなんか、ちょっと待って。ちょっとここら辺なんかいたんだけど。こんなとこにスターダスト、なんでわかったの？わからないでか。わからないでか。スターダスト1個目。うん、予想通り。怖い、ここ。ほらー、またこれほんとこれ死ぬ気でいかないと絶対死ぬよ。ちょっとダブル紫トグルを後回しにしといて、うぅ、なんかもうダメージ受けるのがすごい怖い。ちょっと待って待って、なんでこれこんなに厄介なの。ちょっと待って、一体どうした。ちょっと待ってよ、死にそうだって。どちらかというと、フレイはしなすが一番まずい。オッケー。うわ、ちょっと待ってよ。
だからフレイが死んだらまずいんだっつうね。さあどうしようか。フェニックスの羽使おうか。羽じゃねえ、羽毛だ。まずフレイを回復。あ、ちょっと待って、レシアだよね。レシアだから命にしといて、 X が体力あるからフレイを回復。あれあれ、何がどうなったの。待って、やけどだからレシア次死ぬよな絶対。こうで、あれ何しようとしたんだっけ。こうで命は攻撃、 X は回復。待て、え、うっそ、やる気はないなこれは。あ、ダメか、うっそ。待ってよ、待ってよ